ちゃっ、こんにちは。さあ今日は、はい、阪神の木浪選手です。話題は木浪はね、はい、影の MVP というか、はい、まあまあ MVP が発表になってないから分かんないけど、はい、本当によくやったと思うよ。そうですよね。で最初は小畑と2人でショートを守ってくれればいい、2人のレギュラーだって言われてたのが、やっぱり木浪がね、しっかりとレギュラーを勝ち取って、はい、まあ、最後まで出ていったという。そうです、うん、で今シーズン初の規定打席到達ということで、いや本当にもう給料いっぱい上げてあげてよ。そうですよね。いやこのね、木浪の8番というのが、はい、どれだけ相手にとって嫌だったか、はい、で木浪を申告敬遠、ピッチャー青柳がツーベース打つとかね、はい、いやとか、はい、いや木浪が調子が良かったから、うん、まあ、申告敬遠されてピッチャーまで回して、はい、仮にアウトになっても次の回1番からと。そうです、そうです。だからそういう打順の巡りとかも含めてね、はい、でいや木浪申告敬遠しても次代打に出てくるよと、うん、ね、だけど木浪と勝負やと、そしたら木浪がタイムリー打つとか、はい、あだから本当に嫌な8番バッターだったな。そうですね。あで聞いてたよ、8番が効いてた。もうそうですね、うん、だから途中とか終盤から他のチームが8番にああいう選手を入れるっていうようなちょっと傾向を取ってきてるチームもありますよね。まあそうだね。だから近本が打点が多いとか、はい、得点圏打率が高いとか、うん、まあこれもプラスされて木浪の存在っていうのはすごくクローズアップされたけども、うん、はい、下位から上位に回ってきて得点するパターンっていうのもものすごく多かったしね。そうでしたね、うん、それはもう木浪が8番にいたから、うん、まあ、そういうことになったんだけどもさ。そうですよね。ここまで、まあ、9月の20日現在なんですけども試合数が120、これはもうキャリアハイです、はい、で打率も2割7分8厘、はい、ということ で安打数も107で40打点ももちろんキャリアハイなんですけれども、8番が40打点でしょ、はい、まあ、いかに打ったかだよ。そうですね。普通8番って言ったらもう本当にへのかっぱみたいなやつが打つやつがいるからね。そうでしたね。いやいや本当にそうですよね。だからどれだけやっぱ木浪が効いてたかだよね。いや本当相手にとってものすごく嫌だったと思う。ですよね、うん、それも左右関係ないからね。あ確かに関係なく打ったし、うん、だから本当に岡田監督がガンとして8番を動かさなかった、うん、8番木浪、はい、これは聞いてたな。そう、ね、でこの8番の木浪選手 この活躍について、OB の鳥谷さんが話してらしたのが、はい、その岡田監督が木浪選手を抜擢した経緯について言及したんですけれども、はい、最初はやっぱり小畑選手で行くと言っていたけれども、はい、その秋のキャンプに行ったら木浪がいいんだよと、外から見ている木浪選手よりもグラウンドに立った時の木浪選手の方がいいという話で、うん、まあ、この2人を争わせているというふうに言っていて、最後は、まあ、木浪選手が勝ち取ったということなんですけど、これなんでか知ってる？木浪がそういうふうになったから。あ、いや分かんないですね。出れない時も本当に練習やってたらしいよ。あ、そうだったんですね。もういつかチャンスが来ると思って室内で黙々と打ってたらしいよ。へえ、うん、そういう裏付けがしっかり伝わったんだよ岡田監督に。さあ小畑がやってないわけではないよ、うん、はい、でもそれまでプロとしてのキャリアとしてやっぱ木浪の方が上で築き上げてきたもの、うん、それを見た時にやっぱ岡田監督が光るものを見つけたんだと思うよ。そこなんですね、うん、いやじゃないと、うん、やっぱりいきなりレギュラーに使われてまたショートで、はい、2割7分8厘で40打点、うん、これ無理だもん。そうですね、うん、いやだからまあ、それだけの裏付けをやっぱ岡田監督は感じ取ったんだよ、うん、だからすごいんだよ、うん、それはやっぱ外にいるとあんまり知る由もないというか、わからないところで、でも実際グラウンドと同じユニフォーム着て立った時にやっぱ裏付けのある選手っていうのは見抜くよ、わかるよ。そうなんですね、うん、それとやっぱ体力的なこと、いろんなこと、人間的なこと、それを見た時にやっぱ木浪の方がやっぱ上だっていうふうに判断したのは俺は正解だったと思うし、でましてやショートであれだけの辛いポジションで、やっぱ辛いよショートって本当きついから、で優勝争いをしね、甲子園球場その中でやっぱ守りきり打ち切ったという木浪は本当に給料上げてほしいよ
もうそうですよね。いや本当に確かに今いくらぐらいなんかな。今いくらなんですかね。いや本当だよ、うん、矢野監督の時っていうのはほとんど使われなくて、はい、小畑をね次世代のレギュラーとして扱おうとしてた時にね、はい、木浪っていうのは悔しかったと思うけども、うん、まあだけどそれに腐らずね、はい、黙々とやってたっていうのは、うん、あの素晴らしいことだし、今は2100万ぐらいらしいよ。年俸2100万です、ね、これは、はい、どのぐらいアップ1億やりすぎか。ちょっと、はい、そうですね、8000万ぐらいは上げてほしいなと思うよ。いやそうですよね。木浪選手がいなかったらって考えるとやっぱりねどうだったか考えですし、まあまあ、いなかったら小畑がやってた。あ、まあそうですね、まあ、いやでも小畑はだからそこまでの数字を残せたかどうかっていうのは分からないけども、うん、木浪のあの存在感っていうのは大きかったな。で何度ヒーローインタビューに立ったことだろうっていう、また爽やかなんですよね、うん、でも数はそんなにない。そうなんですね。なんかイメージでは今シーズンいっぱいヒーローインタビュー見てるような感覚、8番だなので、うん、っていうイメージがありました。でもね地味にやっぱ聞いてるっていうタイプだよ、うん、そんな派手にはない。だからいいんだよ、あ本当に、うんうん、だから木浪の存在感っていうのはすごく光ったというね。そうです、優勝してね、うん、初めて、うん、それはもう途中から、はい、まあ、木浪が8番が効いてんなとは思ってたけど、はい、優勝を改めてするとね、うん、8番の大事さ、俺は木浪がなんかこう教えたような気がするよね、うん、岡田監督が8番に据えた理由にはやっぱ近本中野っていうのがしぶといから、うん、木浪とはあんまりこう話したくなかったんだと思う、うん、7番にするとかじゃなくて、はい、8番に置いたっていうのはピッチャーにバントさせて近本中野で返せることもできるっていう風に、うん、やっぱ思ってたし、その通りになったよね。木浪のが期待に応えたということでね、うん、はい、うん、だからいや立派だったな。辛かったと思うよこれも。うーん、ちょっと今日は泣かないけどもう私一瞬泣くかなと思ったんですけど、そうだ、はい、いや泣きそうになったけど、まあいつもバンタミ泣いてるとまた泣いてんのかと言われるし、なんかどっかでね、あの阪神の優勝の時は泣いたくせに、オリックスの時は泣かないのかみたいな。そうです、まあ、いつでも泣けないんだよ、まあね、いつでも泣けないんだよ、はい、まあ、木浪は本当にね考えると涙が出そうなんだけど、うん、今日はちょっと頑張りそうだいやだけどそのぐらいやっぱり木浪っていうのは、はい、くじけそうな時、しんどくて倒れそうな時、もう本当に歯を食いしばったと思うよあの子は、うん、でもそれは自分がやってた、裏でやってた熱量があるから耐えきれたと思うよ。そうなんですね、うん、だからどれだけ大切なことをね、うん、コツコツ積み上げてきたかっていうことも、うん、こうポッと出てやったわけじゃないから、うん、本当にやってたからあの子は。だからそれを評価、球団もしてほしいなっていうね。そうですよね。でこういう人が将来的にコーチになると素晴らしいコーチになると思う俺は、うん、努力して人のね辛さとかそういうのも知ってますもんね、うん、さすがアジア大学さん。そうですよ。で鍛えられてるみたいな。そう、いやそうなんですよね。だ5年目でようやくね今年規定打席に到達しましたけれども、はい、2018年のドラフト3位で青森山田、亜細亜大学、ホンダ、阪神タイガースなので、やっぱ社会人としては本来だともっと早く自分はレギュラーで出たかったっていう思いもすごいあったと思うんですよ。でも自分をずっと信じてたんだな。信じる力もあったということで、はい、称賛されてもいいと思う。まあ、今年、まあ、29歳、ようやく遅咲きだけどな。うーん、だけどようやくでしょうね。やっぱりしっかりしたものがあるな。いや本当そうですね、うん、立派だったな。来シーズンはあれですか、またキャンプ化になると一から小畑選手との競争みたいな感じになるんですかね。周りはそう見ないよね。あ、もう木浪がレギュラーだなっていう見方をするかもわからないけども、うん、まあその裏付けをしっかり作ってきた人っていうのはまた一からだっていうふうに足元から作り上げて、うん、来ると思うよ、うん、そのぐらいの性格の持ち主だと思うけど ね、 そうですよね、うん、また小畑選手もね来シーズン負けちゃらんないぜみたいな、はい、うんね、それがまた切磋琢磨でライバルでもあるけれども同じポジションを分かり合うチームメイトっていう存在っていうのも大きいんですよね。まあ、そうだね。だからまあ1シーズンやったからって木浪の気持ちっていうのは、うん、
やっぱぶれないと思うけどね、うん、そのレギュラーに対しての気持ち思いっていうのはね、はい、まあだけどやっぱ成績が落ちてくると少しでも、うん、よしちょっと今日からちょっと小畑行ってみようかとか、うん、それはやっぱり競い合わせるよ、はい、それは小畑 もものすごい能力が高いもん、うん、あの子は、うん、だから早いうちにまたこわーってなるかもわからない。そうですよね、うんうん、だけどそれはもうプロだから競争だから、はい、でもこの優勝がやっぱ一つの要因として挙げるとすると、うん、やっぱ木浪の八番の存在というのは岡田監督がどれだけ信頼できたか、はい、まあ、これはね、その期待に応えた木浪は立派です ね、はい、周りがさ、はい、いや木浪は8000万ぐらい行くよみたいな、うん、言ってあげる、どんどん言っとくと上がりますよ、阪神 も8000万上げなきゃいけないような風潮になってくるからさそうですそうです、まあ、1億まではちょっといかないかもわかんないけど、はい、8000万8000万見て言うといてあげないとそうですね、周りから固めていかないと、いや周りからなんかそういうさ、うん、空気ってあるじゃん、はい、もっと上げなきゃいけない空気、はい、これを今度は阪神ファンが作ってあげてほしいなと、うん、8000万って言ってそれはいいかもしれないですね、もしかしたらもっともらいたいってかもしれないです、いやもっと上げるかもな、うん、いやそうですよそうですよ、可能性はあるよね、可能性はありますよね、いやでもそのぐらいの俺は価値があったと本当に思うから、そうですね、はい、ベストナインはどうでしょう、選ばれる可能性っていうのは間違いないんじゃないかな、おーこれはだってライバルがいないだろ、そうですね、まあ、坂本が1本打ってるけど今サードにいるし、うん、はい、ちょっと休んだ時期もあったしね、うん、はい、だからそういう意味では木浪っていうのは、うん、ベストナインゴールデングラブ、はい、可能性あるよな、ありますよね、うん、門脇がまだショートに入って、うん、エラーなしなんだよ、そっか、ただ規定打席には、まあ、そのベストナインは無理だよ、はい、だけどそのゴールデングラブとかそういうのは試合数70以上だったかな、そのポジションでゴールデングラブ、それが一つの目安だったかな、はい、でもやっぱ木浪だな今年はな、まあ、あの1シーズン通してあそこを守ったっていうところですもんね、ショート、だからタイトル料とか、うん、そのゴールデングラブとか込み込みで込み込みで1本お願いします、お願いします